現実況劇団鳥の爪。どうも鳥の爪団外です。今回もレッツゴーポッポー続きの方やっていきたいと思います。前回はようやく玉虫シティの方にやってきたという感じでした。で、この後ロケット団のアジトの方に挑んで、流れ的には多分玉虫ジムとかに来る感じかな。ちょっとこのパートがっつりカットしてって5個目のバッジまで獲得頑張っていきたいと思います。それではやっていきましょう。ポスターの裏に秘密のスイッチを見つけたと。押してみよう。ポチッとなー言うて。ここもね、なんかロケット団が守ってたんですけども、とりあえずなんかラッタ出してきたんで、ザコワンパーみたいな感じでしたけども。あー、なるほど。これで生きるようになったと。気づいてねえのかな？ここがっつり開いてんだけどね。すげー、美人スパイからロケット団セットをもらったって。それさえ着れば気分はまるでロケット団よ。まあ、あなたの背丈じゃコスプレだってすぐバレちゃうだろうけど。想像してたのとちょっとちげえな。半袖なんだよな。ロケット団はそんなラフに着こなさないのよ。もうしっかりカッチリなんだよ。個性を出すな。おしゃれを出すな。わ、すげえ EV 操作できるわ。なんか鍵をロケット団の下っ端がなんか違うところにやっちゃったんですよ。それによって、EV で取りに行かなくちゃいけないみたいな感じになったんですけど。おお、すげえ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 。うわわわわ。なにこれ、進化したな、ポケモンも。大丈夫か、その子。通れんのか？あ、通った通った。あ、喜んでる。あ、すげえ。あ、武蔵たちもいるじゃん。これでエレベーターの鍵手に入れたね。なんか変な物音しなかった？確かに俺も聞いた。もしや侵入者か？あらま。ちょっと気づかれかけてるぞ。なんだ、ニャースの腹の音か。一体こんなとこまで何しに来たのよ。カラカラを助けに団員になりたい。あー、でもな、団員はうちは募集はしてるんですけども、入る側ではないんですけどもね。ちょっとカラカラを助けに来ました。え、カラカラ、そんなのもうボスにあげちゃったわよ。何せよボスのところには絶対に貸せないわ。お、お月見山の化石の借りを返すぜ。いいね、ラブリーチャーミーな敵役。ダブルバトルかなこれ。もしかしたら進化してたりするのかな。アーボとドガース、どうなんだ。あ、やっぱりそうだ。またドガースとアーボックになってる。進化してる。ちょっと感動ですね。軟骨と北京ダック行ってもらいましょう。ただちょっと北京ダックがね、レベルがね低いですね。軟骨に関してはステータスが化け物なんでなんとかなると思うんですけども、アーボックに対して頭突きをしていき、北京ダックが、あ、でも再起光線覚えたからなんとかなるかな。抜群取れるもんな。またドガース相手に打っていきましょうか。さあどうだ、軟骨の頭突き、いったれ。まあこれはいけるね。うん、特性がないからね、威嚇とかも入らないし。オッケーオッケー。さあ問題はここですね。再起光線でどの程度削れるか。いけ。あー、抜群。でもこれか、やっぱ硬えな。ヘドロ攻撃、痛い。オッケー、全然大丈夫。結局軟骨がいればなんとかなっちゃう問題みたいなね。まあ普通に一応再起光線打っていきましょうか。軟骨の空元気、ポインポインポインポン。オッケー。ふーんだ、ちょっとポケモン強いからさ。そうだそうだ、お互い気にずるいぞ。こうなったら説教してやる。えぶぶえ。ひー、嫌な感じ。なぜかイーブイにビビってくれるっていうね。ここでイーブイに話しかけるとなんかしてくれんのか。呆れた顔してる。ロケット団に対してかな。面白いな。このシルフスコープ一つを見ても、シルフカンパニーには我々ロケット団の希望を叶えるにふさわしい開発力があると言えます。シルフカンパニー乗っ取りをこのまま進めろ、アポロ。はっ。で、戻る最中に誰かいるっていうね。なぜこんなところに子供がいるんですか。今の話黙って聞いていたとは気に入りませんね。私はロケット団幹部のアポロ。私は子供でも手加減しませんよ。あのロケット団のやつの左手は何なの、あのずっと構えてる感じ。あれは何なの。腕疲れないから、つつく。とりあえずこれでとどめかな。 OK。 さ、榊様、お許しください。私ともあろうものが。すごいな、榊いるんだ。わ、ちょっとかっこいい。
ほほう、アポロを任したか。こんなところまでよく来た。世界中のポケモンを悪巧みに使いまくって金儲けするロケット団、私がそのリーダー、サカキだ。あら、カラカラ、怯えてる。何？カラカラを返してほしいだと？まあまあ。まさかそれだけのためにアジトまで乗り込んでくるとは。ずいぶん面白い子供がいるものだ。だが私に歯向かうなら痛い目に遭ってもらう。あ、なるほど。サカキとここで対戦するんだ。最後こうね、8個目のジムリーダーっていうイメージが強かったけども、対戦できちゃうんだもん。さあ何を出してくるのか。いや、さすがペルシアン。あー、いいね。サカキといえばやっぱペルシアンだもんね。ニャースの永遠の憧れの位置ですからね。35レベルか。結構しっかりレベルがアップしますね。さあ、ただ、軟骨の前では、あ、なるほど。猫魂先生で出してきて、ひるんで技が出せない。まあ、でも、いけるんじゃないかな。頭突きとか使えば。OK、ワンパン。いいね。いい感じですよ。OK、サイホンダウン。いいね。いい感じですよ。オッケー、榊との勝負に勝ちましたね。そんなバカな。まあ、それはびっくりするよね。子供相手に戦ってね、負けちゃうとはね。私が子供に負けてしまうとはな。そこのカラカラは好きにするがいい。まあ、そしてこれも取っておけ。子供だとバカにした詫びだ。外は榊からシルフスコープを渡された。なんか意外とそういうところ大人だよね、榊ね。詫びだとか言ってね。君はとても大事にポケモンを育てているな。だが私の考えはとても理解できないだろう。ここは一度身を引こう。なるほどね。リーダーの風格がありますね、やっぱりね。君とはまたどこかで戦いたいものだ。かっこいいなぁ。まあ、泣き声の癖。にひひ、このジムは、女の子ばっかしじゃ。おぉ、ガーデニングが、うわ、すげぇ、綺麗。ジムリーダーのエリカさんに挑戦するの？言っとくけど、タマムシジムは可愛いポケモンを持ったトレーナーじゃないと入れてあげないんだから。あなたは持ってるの？私が見てあげる。なるほど。どれが一番可愛いか。まあ、愛情で言ったら軟骨かな。え？鬼ドリル？可愛い！可愛い！めっちゃ可愛いよ！ちょっと撫でていい？いいよね。撫で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 。んー、気持ちいい！お腹に顔、うずめちゃおう。あー、たまらない。いい匂い。仕方ないわね。可愛いポケモン持ってるし、タマムシジムへのチャレンジを認めてあげるわ。何これ、あの子の感性いかれてんじゃねえ。おお、すげえおしゃれカット。後ろを通るときにエリカの顔が見える。さあ、じゃあエリカ戦の方を挑んでいきたいと思います。とりあえず手持ちポケモンの方はこんな感じですね。まあ毎度ながらポタローでまずは戦闘は行ってみようかな。まあちょっとね、軟骨使えばとりあえず余裕の勝利にはなっちゃうと思うんだけども。てか、まあ、弱点ついてるからね、いけると思うんだけど。あら、いけない。寝てしまったわ。優雅だね。お嬢様だね、なんかね。ようこそ。私、タマムシジムのエリカと申します。お花を生けるのが趣味で、ポケモンは草タイプばかり。あらやだ、試合の申し込みですの。そんな、私負けませんわよ。なるほど。おしとやかですね。お茶をいただいちゃいそうな、そんな感じ。懐かしいなぁ、エリカとかいたね。結構人気キャラなんじゃないですか。さあ、モンジャラを出してきた。なるほど。よいしょ。はい、ワンパン。でかいなぁ。やっぱラフレシアの花ってでかいんだなぁ。まんま名前がラフレシアっていうところも、なんか初代のポケモンらしいですよね。ジュゴンとかもそうだけどさ。ちょいちょいいますよね、なんか初代のポケモンね、そういうのね。ジムリーダーワンパンしがちなんだけど。ほら、オッケー、ぶつどんじゃん。ソートはエリカからレインボーバッチをもらった。レインボーバッチで親の違うポケモンでもレベル50まではおとなしく言うこと聞きます。それからよろしかったらこれもお使いになって。53、メガドレイン。なるほど。まあでもちょっと使う機会はなさそうだな。これツイッターで見かけたやつだな。私だったら綺麗なポケモンしか欲しくなりませんものとか言ってるんだけどさ、思いっきりモンジャラ使ってるよねみたいな。お前のポケモンキモいよなみたいなツイッターでちょっとバズってんの見ましたね。うわー、すげー懐かしい。沢村とエビワラ。おー、好きな方を選んでくれ。
格闘王みたいな人に勝ちましたね。なるほど。どっちにしようかな。なんか昔は沢村選んだ記憶があるから、じゃあ、エビワラにしてみようかな。なこーんじゃあ、うなる拳、エビワラ。こっちにしてみましょうか。空手大王からエビワラをもらった。うわ、懐かしいな。おお、それでデータに登録されるんだ。エビワラ、パンチポケモン。ねじり込むようなパンチ攻撃。コンクリートの壁がドリル状に削られて、やがて穴が開く。すごいな。お、来たぞ。幽霊。立ち去れ。でもシルフスコープ手に入れましたもんね。ここから立ち去れ。来た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 。いや、なんか異様な感じがいいな、すごく。ゲー、ひときわでかいのがまだ。外、あれ、さっきのあれやって。あいつ、ツンゼロなんだよな、ずっと。おお、すげえ。おお、ガラガラだ、やっぱり。ママ、あと。なんか事情説明してんのかな。切な。何このムービー。ポケモンじゃないみたい。すげえ。幽霊の正体はカラカラのお母さんの迷える魂だった。優しいカラカラのお母さんに戻った魂は無事天に昇って消えていきました。カラカラ、お前お母さんに会いたくてここに来てたんだな。キャウ、お母さんのこと怖がったりしてごめんな。外、俺カラカラを一人にしたくないから家まで送る。そうだ、上の階にフジって人がいたら連れて帰ってくれるか。え、ロケット団からカラカラを助けた。いつの間にそんなに強くなったんだよ。いや、それなら相当に任せるよ。よし、行こう、カラカラ。キャウー。ずーっといいやつ、あいつ。おや、あなたはどうかされましたか。私がロケット団に襲われてたですって。ガラガラのため祈っていて気づきませんでした。あー、どうやらガラガラは天国へ向かったのですね。わかるんだ。お礼をしたいので一緒に家へ参りましょう。さて、総統さん、ポケモン図鑑作りはポケモンに対して深い愛情がないと完成は大変難しい。その助けになるかわからんが、これをあなたに差し上げよう。ポケモンの笛、あ、これでカビゴンを起こせるようになるわけですね。なるほどね。ポケモンの笛を吹くと目を覚ますポケモンがいましてね、もしどこかで眠っているポケモンに出会ったら笛を吹いてみなさい。あ、いい人そうだな、すごく。さあ、カビゴンのところにやってきました。これでポケモンの笛を吹けば、起きるんじゃないかな。使ってみましょう。ポケモンの笛を使った。懐かしいな、この辺もな。いや、本当に今までやってたポケモンが、なんかリアルになってんなーって感じだわ。あ、起きた起きた。カビゴンが目を覚ました。ソートを見てよだれを垂らしている。ソートさーん。あれ、ポケモンの笛を差し上げたとき、言い忘れていたことが、で、おや、まあいいタイミングですね。このカビゴンというポケモン、目覚めた時初めて見たものを食べ物と勘違いして襲ってくることがあるのです。そうなったら危ないので、戦っておとなしくさせてあげてください。倒すとおとなしくなっていつものように捕獲できますよ。なるほど。カビゴンは寝ぼけて襲ってきた。なるほど、普通に一回対戦なんだ。野生のカビゴンが現れた。カビゴンの攻撃が上がった。上がっちゃった。行っておいで軟骨。へー、ちょっと昔ながらのポケモンも再現してる感じですね。34レベルだ。さあ、頭突き。オッケー。さあ、これで、なるほどなるほど、ゲットチャンスになると。カビゴン、居眠りポケモン。多少カビが生えていても気にしないで食べまくる。お腹を壊したりもしない。さすがだな。おや、北京ダックの様子が。やったー、ゴルダックになりますね。大して戦闘では活躍できてないけども、ちょっとあれだね、飴とかもうちょっと集めたら活躍できそうだな。
四天王戦では特にゴルダックの立ち位置重要になりそうですからね。唯一特攻で戦えるキャラクターですからね。さあゴルダック図鑑に登録されていく。ゴルダック、アヒルポケモン。すらりとした長い手足と発達した大きな水かきで湖を優雅に泳ぐ。さあということでだいぶカット挟んでると思うんですけども、シオンタウンの方からぐーっと下に来まして、この辺のトレーナーとずーっと永遠に戦い続け、でようやく赤竹シティにたどり着いたと。でここのジムバトルはまだやれてないんですけども、さらにそこをこう回ってったと。トレーナーを倒しながら回ってって、現在17番道路にいます。でコーチトレーナーに勝ったらですね、技マシンで、ドリルライナーっていう技をもらったんですけども、これがドリルライナーが鬼ドリルが覚えるんですよね。これずっと欲しかった。しかも地面タイプの技ということで、この後の赤竹ジムが、確か毒タイプのジムだったと思うから、相性的に最高ですよね、地面タイプの技ね。さあ来たぞ、これが赤竹ジムかな。あ、なんか道場みたいだね。あ、モルフォンとかゴルバットとか、わー和風っぽい感じだ。オース未来のチャンピオン。ここ赤竹シティにはサファリゾーンがあり、たくさんのポケモンと出会える。赤竹ジムではたくさんのポケモンと出会ったトレーナーを歓迎している。よってお前がポケモンを50種類以上捕まえたトレーナーかどうかを改めさせていただく。なるほど、確か捕まえてたと思う。 OKOK 54種類よしよしよし、この赤竹ジムの、挑戦ができると。よしよしよし、いいんじゃないの。お、ご本人だった、すげえ。ファファファ、拙者の変化術に驚いたか。勝負においても変幻自在の技でお主を驚かせようぞ。すげえおお、あ、なんか見えない壁みたいのがあるわ。なるほど。あ、ベトベトンとかいいね、やっぱね。なんかポケモンセンターで今なんか人形がいっぱい売ってるの知ってますか。151匹全種類なのかなの、ぬいぐるみが発売されてて、それのこうベトベトンがなんかもうすでに売り切れてるっていうのをツイッターで見かけました意外と人気みたいね。やっぱサトシが使ってたからかな。なんかこの気持ち悪いのも含め好きな方も多いのかな。なんかでもドリルライナーの前にはもう誰も太刀打ちできない状態になってますね今さあじゃあいよいよジムリーダー戦になりますね。まあ毎度おなじみポタローでまずは行って、やられるようだったら北京ダックあたりで戦おうかな。まあ軟骨出しちゃうともうぬるゲーなんだよなポタローでどこまでいけるかちょっと試してみましょう。お、消えたぞ。ファ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 、おお、分身した、すげえ。コアッパごときが拙者に戦いを挑むとは肩腹痛いでござる。すげえ。相手に手出しもできぬまま食らった毒で自滅させる。忍びの術の極意を受けてみよ。後に確か四天王になる男だもんな。かっこいいなやっぱな。マタドガスから繰り出してくる。なるほど、オッケー、行っておいでポタロー。ただなポタロー技がなあんまりいいの持ってないから、ちょっとそこが厳しいところですね。どうしようかな、翼で打つか空元気か。空元気かな、一番ダメージ入りそうなのが。守る、なるほど。結構ここのジム守る使ってくるやつ多いな。さあ空元気を打っていく。ただこっちがむしろ毒とか食らうと美味しいよね。お、掛け声を合わせて避けていく。さすが相棒。あー全然だな。大爆発、嘘、マジで。これ防御半減の。うわ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 、やばくない。あ、耐える大爆発耐えるすげえな、マジか。防御半減の技だよ確かね。さあベトベトンか。さあまだでもこのまま戦っていきましょう。でもさすがにポタローダウンかな、これは初じゃない、ジムリーダー戦でポタローががっつりダウンするのは。まあ最初のたけしはねやられてましたけども。さあそして毒毒、ここで初めて毒を食らう。これで守るをされるとちょっとめんどくさいんだけども、困ったな、どうしようか。まあでも普通にあと一撃で落ちるんで電光石火あたりを出ていこう。うん、守る使ってくるか。なるほど、さすがだな。さあただこれが電光石火が防がれてしまう。毒毒でちょっとずつ削られていく。いやまずいぞこれは。落ちるな、時間の問題だな。連続守るを決めてくるのかどうか。あ、してこないですね。さあ電光石火が入ってベトベトンはダウン。残り2匹かな、多分モルフォンともう1匹何か持ってるはず。い
や毒のダメージは結構きついな。いやーあと7ゴルバットか。ちょっと一回これ交代するか。北京ダックでいこう。さあ入れ替えていきましょう。モタロー交代チェンジ北京ダック。ゴルダックが先頭で出てるのは初なんじゃないか映像としては。さあゴルダック、さあただこのゴルダックサイコキネシスをしっかり覚えている。毒に対しては効果が抜群。どこまで削れるか。あーいいね、半分以上いってんね。いよいよラエッ、かっこいいねやっぱね。サイコキネシス愛用したな初代の頃な。ミュウツーのサイコキネシスがね中2のように何回も使いまくってたわ。さあいけ、北京ダックのサイコキネシス食らいやがれ。あーいいね、これは2角ですね完全に。さあヘドロ爆弾を撃ってくる。いやマジか、えこれ毒のダメージで落ちるんじゃない、マジか。結構食らったね、マジか。うーん、じゃあポタロいくかちょ過労死してまうかポタロお前の力でなこの試合を終わらせてやろう。いくぞ、空元気、毒を浴びてるからダメージがでかいよ。よっしゃい、オッケー、モルフォンダウン、オッケー、うん、お主やるでござるな。技マシーンの毒毒をもらいましたね。400年昔より我が家に伝わるポケモン技、技マシーン27には極意毒毒が封印してある。毒毒は毒を浴びせたら一ターンごとにどんどんダメージが大きくなる。これは相手に恐怖を与える技でござる。なるほどね。ということで、無事ジムリーダー2試合いけたんじゃないかな。ちょっと編集が大変そうな感じもするけどということで、じゃあまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。